シネマ歌舞伎映画の子娘二人道成寺が4月17日から1週間限定で全国の映画館で公開される。シネマ歌舞伎映画の子娘二人道成寺は2007年にも8館で巡回上映されたが、今回はリバイバル上映として全国5、7館に登場。これを記念し、4月3日から30日まで、東京、東劇で、特集上映が行われる。特集上映には、坂東玉三郎と、尾上菊之助が共演した、映画の子娘二人道成寺に加え、玉三郎の出演作である、シネマ歌舞伎、詐欺娘、日高川入り合い花王と、シネマ歌舞伎二人藤娘、日本振袖はじめがラインナップされている。なお、上映期間中は菓子屋、銀座直の子本店で、本特集上映の半券を提示すると、色とりどりの豆に栗や白玉をトッピングした、鹿の子あんみつ、つぶしあんを特別価格の税込み990円で食べることができる。合わせてチェックしよう。